はいどうもリントです。今日はこの3つをご紹介しようかなと思います。まず1つ目、ユニレイサーフルボトルセットと、スマホウルフフルボトルセットと、ハザードトリガーです。ということで、今日ね発売したものの3つご紹介していこうかなと思います。で、ハザードトリガーを一番最後にして他のやつをねやっていこうかなと思います。じゃあでもユニレイサーも全然出てねえんだよな。消しゴムはねこの間名前出てこないグリスが使ってたんですけど、じゃあまずはここ硬いよ。よし、これとそうですね、よいしょ、ちょっとね箱はきれいにしまっておこうかなと思います。はい、じゃあこっちも開けちゃうか。開けちゃおう。よいしょ。ユニレイサーっていうのもね面白いですよね。ユニコーンと消しゴムっていうね、これもあれかな、コクトのフルボトルになるのかな。ちょっと下に下げよう。塗装されてますねということはフェニックスロボとかと扱いとしては同じになるのかな。フェニックスロボはどこにいるのか。フェニックスロボ、これフェニックスロボはこれか、これだ。ちょっとじゃあ北斗系のフルボトルで並べましょうかあーすみません、ちょっと咳風っぽいよねはい、ということでこんな感じ。じゃあスマホウルフから。ウルフ、うん、全面が塗装になってますね。カツラギのあのデータの中で出てきたやつですね。そしてスマホ、うん、スマホだね。アプリが 1,2,3,4,5,5,20,20 個ありますねそして次消しゴム、これは上が消しゴムになってて ここケースかになってて、消してて消した跡があるみたいな感じですね。これも一応ここが塗装されてますねはい、ユニコーン、これはユニコーンの正面の顔ですね。で、ここが塗装になってると。で、多分これね動画で紹介してなかったんですけど、フェニックスロボですね。まあいつも通り同じ感じですね。じゃあせっかくねフェニックスロボもあるので、フェニックスロボから鳴らしていくかな。はい、ということで不死身の兵器、フェニックスロボということで、まあ、結構ねもうテレビでも結構使われてるのでで最初出てきたのはね映画で出てきた感じですね。見てない人はちょっとあれですけど、マスターがね渡したフルボトルのうちの2つですね。もう1回はい、こんな感じですね。ちょっとこれの上位にもね似てますよね。タカとガトリングですねフォークガトリングともちょっとで、なんかフェニックス、タカがフェニックスになってて、ガトリングがまあロボットになったみたいなね、色合い的にも似てるし、まあ色的にもなんか羽も生えてるしみたいなね。もうこれにこれだともうタカにねフェニックスだから、まあある意味タジャトル的なね感じではありますけど、というところですね。
はい、ということでまずはフェニックスロボ。はい、じゃあ次どうすっかな。ユニレイサーからいくか。ユニコーンと消しゴム。じゃあユニコーン、すごい爽やかな感じ。ユニコーン、はいはい、何か似てんな。あ、スマブラのディディコーングに似てますね。ディディコーングの時みたいな感じ。うん、わかる人いるかな。とあと消しゴムですね。これ消しゴムっていうのかな、イレイサーっていうのかな。そんな言い方するんですよね。中しかもちょっとラメっぽくなってんだこれ。へー、なんか高級感ある、消しゴムなのに。なんか癖がすげえなこれ。消しゴム、癖しかないなこの2つ。なんだこの神秘的な変身音。一攫消去。まあまあ、一括消去とかと似てる意味合いってことかな。一攫、一攫ね。ユニコーンで一攫。で、消去。なんかすげえ神秘的なやつだとね。うん、特殊、なんか特殊。はい、じゃあ次、こちらスマホウルフ。これ1回2回ぐらい使ったかな。ウルフ、スマホ面白いな。ただ今までのやつ結構デザイン凝ってたのに、なんかデザインがねちょっと微妙な感じになってますよね。はい、ということで、つながる一匹狼ですね。うん。あんまり意味がわからん。しかも、この中動いてるのがあんまり見えないけどね。うん、つながってる上一匹狼？ん？どういうこと？ってなっちゃっています。私はね、よくわからない。何かにかけられてるのかもちょっとわからない。一攫消去とかならよくわかるんですけど、なんか不死身の兵器とかもわかるんですけど、つながる一匹狼はちょっとわかんないな。うん。気にしたら負けだと思う。はい。って感じですね。じゃあ次はこちら。ハザードトリガーを開けていきます。よし、おお、中はこんな感じですね。よいしょ。で、これは単体でも遊べるのかな。そうだね、単体でも一応2回押せて、音声遊びでハザードオンとマックスハザードオンとあるみたいですね。うん、そして、変身と、必殺技と、オーバーフローモードという3つありますね。まずはじゃあ
この4番目に書いてあるハザードトリガーの、1個ずつの音声遊びをしていきましょう。でね、このハザードフォームのスマホウルフ版もねあるらしいですね。これは後でやっていきましょう。ではまずこちらからよいしょ。ではじゃあ音声確認。ほうほうほう、ここがここですね、スピーカー。ほうほうほう、だからこの大気音だけ聞くとあれみたいですね、あの名前出てこない、トランスチームガンとかとちょっと音似てる気がする。ちょっと違うかな。トゥーツッ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 、なんか似てる。はい、この2音ですね。では早速、ラビットタンクとやっていこうかなと思います。ではラビット、でここにこれをはめます。トンテンカー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 、では回します。はい、ということでハザードオンで入って、ラビット、タンク、スーパー、ベストマッチってなってから、ドンテンカン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 となって、回すと、ガタガタゴトンツッタンツッタン、ガタゴトンツッタンツッタンツッタンってなって、Are you ready? そして、アンコントロールスイッチ、アンコントロールスイッチ、ブラック、ハザード、やべーって言ってるんですね。なるほどなるほど。じゃあもう一回やってみよう。これ多分この後刺してもいけるよね。これ逆でもいけるのかな。これ刺して刺して、あ、いけるんだね。逆でも OK だ。必殺技になっちゃうのか。なるほどね、必殺技になっちゃった。でここが動いてるんですね、一応ね、こうちょっとアップめに、こんな感じね、動いてます。いいね。では、さっき鳴らしちゃいましたけど必殺音声ね、いきます。はい、ということで Are you ready?ハザードアタックって言ってますね。ではオーバーフローモードに変身したいと思います。この状態でボタンを押します。でこの状態で回します。
はい、ということでオーバーフローモードですね。でオーバーフローやべーって言ってますね。はい、というところが、この、ハザードトリガーの遊び方というところになります。ではこっちを差し替えてこれでやってみましょう。あ、ハザードフィニッシュになっちゃった。そっか、オーバーフローモードになってるからハザードフィニッシュになるのか。そうだそうだ、オーバーフローモードなのでハザードフィニッシュです。必殺技です。そっかそっか、2回目だからね。そうだ、1回抜かないとダメです。で押してハザードオンにして、これで OK ですね。はい、これで大丈夫ですね。一回抜かないとダメですね。じゃあ他のやつでも連動音声がちゃんと鳴るのかやってみたいと思います。まあ普通のフルボトルはあれなのでこれ入れてみましょう。せっかくなので久しぶりに鳴らしますか。いや久しぶりに使いますね。そうだそうだ、両方刺さってるからね。そうだわ。じゃあ先にでこの状態に、失敗したね。失敗した失敗した。まずこれを刺してクローズドラゴンって言った。でここにこれを、あ、これで OK ですね。音かぶるね、ここがね。しかも全部の音がなんかバラバラになってよくわかんなくなっちゃう。はい、じゃあなんか結果は見えてるけどこれやってみようか。
うん、両方被るね。ずれないからね、こっちの音がね。うん、仕方ない。けどなんかこれはごつくてかっこいいな。私は好きだな、これ。ただもう、光るし鳴るしがいっぱいつい、これは、ね、光らないけどね。うん、こっちは必殺技流れちゃうね。はい、ということで、ちょっとね、途中音声の連動がうまくいってませんでしたけども、よし、ちょっと下に下ろして、あとよし、ということで、今回はね、こちらのハザードトリガーとスマホウルフ、そしてユニレイサーのフルボトルの方のご紹介でした。また新しいフルボトルが出た時にはご紹介しようかなと思います。はい。で、最後に、今の仮面ライダーのね、簡単な、ま、感想でもお話ししようかなと思うんですけど、最近これ全然使ってないよね。なんか、ま、これも使ってはいるけど、これもなんか弱くなってきてて、それこそ、私は買ってないんですけど、スクラッシュドライバーがね、結構強い状態で、で、グリスも出てきてっていう状態で、グリスが結構強いので、ちょっとね、で、しかもハザードトリガーやっと出てきはしましたけど、これはやべえスイッチだと。やべえスイッチをどう使っていくのかっていうのが今後のね、見どころでもありますし、っていうところですね。で、ナイトローグが退場して、新しいパワーを手に入れてと。で、もう結構、少年誌じゃないや、幼年誌か。ではネタバレとかも出てますけども、仮面ライダーローグというのはね、出るらしいんですね。そのローグがおそらく、まあ、名前からしてね、ナイトローグ、氷室さんなんじゃないかというところではありますけど、もしかしたらワンチャンね、宇都宮の可能性もありますからね。宇都宮も一応ナイトローグに変身してるので、っていうところで考えると宇都宮の可能性とかもあるのかなとか思いつつ、ちょっとこれからの展開がまた楽しみではあるかなと。ただこれからね、北斗のフルボトルがめっちゃ出るらしいので、でしかもその後生徒のフルボトルとかも出るらしいので、デラックスで出たやつを追ってこうかなと思ってるんですけど、服についてくる限定とか、あと CD についてくる限定、あとテレビマガジン、テレビくんだから買わないとついてこない系のやつに関しては買わないかなと思ってます。はい、ということで、まあそのあたりはね、順次買ったりし次第こういう風に動画をアップしていこうかなと思います。はい、では本日は以上になります。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。